この間だから、うん、そうですよ、本当にイタリアン食べに行ったんですよ、うん、まあ、ナダルと、あと松尾と、うん、そしたらそこに猪木さんがいました。超すごいじゃん。猪木さんこうやって、しかもその俺の知り合いの人が猪木さんとなんか知り合いだって軽くね、なんか向こうもなんか 1,2 回しか会ったことないぐらいの人だったんだけど、最後に猪木さんが、それまで一切もう俺も挨拶しない、うんうん、でもナダルが途中から来たんだけど、あいつバカだからさ、来た瞬間にあれ猪木さんいるよって言ったの。あ、ほんですか。あのコロチキのナダルって言います。お前やめとくよって。で、まあ、猪木さんいい人だからもうみたいな言ってて、知ってんのか知らなきゃ普通挨拶行かないじゃん、うん、あまりにもレジェンドでしょ。もういやもう行けないよ、レジェンドすぎるからさ、挨拶しないのにさ、ナダル挨拶してうわ何やってんだと思って、ちょうどその猪木さんたちが食べ終わって、うん、オープンのお店だからさ、うん、で帰るときにいきなりこっち来て、元気ですか、え元気ですか、行けよ皆さんって、ものすごい静かもイタリアですよ、ちょっと高級な元気があれば何でも行くぞ、1、2、3、あーいやそれ、あん時の猪木さんだよ。本当にそれ本当に、で、あーって俺らもやって、本当に本当に、びっくりした俺、すげーびっくり。それ待って、それいつの出来事、本当に2週間なら本当に前ぐらいで、すげえことになってんじゃん。そう忘れてた、そう今なぜ忘れる、忘れてた、今思い出したけどすごいね、そんなすごいエピソードをなんか流れの中で、うん、あ急に思い出したみたいな。いやなかなか会えないよ猪木さん。本当ですごいのが赤いね、こういうなんかスカーフみたいなのしてるのよ。いやしてるよ猪木さんはずっとやられてる。すごくないですか、リングスーツでね、リング外で、でも俺のその知り合いの人が言ったけど、やっぱりああいうレジェンドの人とかなる人はやっぱりもうずっと見られてるから、いつでも見られてる、いい格好をして、キングカズさんとかも言うもんね。そういつでもそのパフォーマンスできるように。だからいきなり普通で喋ってた、一切こっちに聞こえないぐらいの声喋ってたのよ、うん、向こう、うん、みんな食べてる時は。でも俺が帰る時にちゃんとちょっと知ってるから、で一回挨拶しに行ったのその人、俺の知り合いの人、そしたらそれ覚えてた、最後にちゃんと元気ですか、それで一さんとやってくれた、決めたのよ本当に。すごすぎるけどなそれ。あれ 20%30% じゃない、 100% の力ですよ本当に。ストーコン、いや本当今の声ぐらいでも、まあ、みんなはいはいあーって、全員がすげえ。そうお店の人もでも、あのもう本当におしゃれなお店だからさ、本当にあるんですよ。いやいやでもそれはすごい、西麻布六本木にあるお店。